それでは早速お話を聞いていきましょう。まずはじゃん、はい、はい、卒業です。卒業、ね、はい、村木さんは12月9日日本武道館公演をもってアンジュルム、そしてハロープロジェクトからの卒業を発表していますが、率直に今どんな心境ですか？そうですね、でも本当に卒業を発表させていただいてから、うん、約1年ぐらい延期したんですよ。だから自分的にはあまり実感をしてないままその期間を過ごしていたんですけど、うん、もう今約1ヶ月前と迫ってきて、こういう風な卒業っていうインタビューをいただくことも増えて、あ、やっと自分卒業するんだっていうのはやっと今になって実感し始めたって感じですね。うん、それはなんかウキウキとかワクワクとか悲しいとか、はい、どういう思いがやっぱり強い、いろいろありますか？あ、そうですね、でもその今言っていただいた感情を全部混ぜ込んだ感じなんですけど、でも結構最近はやっぱりメンバーと過ごす時間が増えてきた中で、なんか寂しいなっていう感情になることが割と多いですね。はい、じゃあその延期していた時期っていうのは、はい、どんな延期になっちゃったって感じだったんですか？はい、そうですね、まあ、世間的にも動けない時期だったので、うんうん、特に、まあ、そうですね、誰のせいでもないなっていう風な心境だったんですけど、うん、でもやっぱりこの伸びた1年間が自分の中では結構大切な時間となったっていう感じで、でもそれはまあ結果論でもあるんですけど、私はこの1年があってよかったなっていう風には思います。うん、あの船木さんが卒業を決めた、はい、こう理由っていうのは何だったんですか？たくさんあるんですけども、うん、やっぱりこう兼任を始めてからアンジュルムに加入して、うん、そのアンジュルムに加入する前までカントリーガールズと研修生の期間を合わせると、まあ、大体3年ぐらいはもう活動していたんですよ。でもその3年活動した私がいた中でもアンジュルムに加入したことで新しい自分に出会う機会がすごく多くなって、うん、こう新しい環境に身を置いて何かに染まっていくことの大切さを学んだので、今回はまた自分の身を新しいところに置いて成長していきたいなと思って決めました。うん、牧先生、卒業ってお聞きになってどうでしたか？もうびっくりでしかなかったですね。びっくり、へーっていう、もう皆さんと同じで、へーっていう、もう声が多分出てたと思います。あ、うん、だからどうしてなのかっていう理由もね、よくその時はまだ分からなかったし、うんうん、なので、まあ、特に可能性はいっぱい持ってる、まだまだこれからっていう年齢でもあるし、逆にこれからどうしてくれるんだろうっていうところでもあったんです。